さあ今回も始まりました、みんなでカスタム MT25 ですね、みんなでカスタム MT25 の MT25 がですね、今外装の塗装に行ってます。そして要はバイクが今現状として撮影できる状態じゃないんですね。で今回のみんなでカスタムの方はですね、以前 MT09 のヘッドライトを移植するか、それとも丸いライトにするか、もしくはなんか全然関係ないヘッドライトをつけるかというアンケートをやらせていただいて、多くの方にですね、ポチポチしていただいたんですけども、その時残念ながら僅差で破れてしまった丸目ヘッドライトありましたね。その丸目ヘッドライトをですね、じゃあいつか機会があったらですね、またそれはそれでやりますよと、かなりですねそこをひいきにしていただいた方がいたので、ちょっと無視をするにはですね押していただいた量が多いので、今回はこの MT03 なんですけども、このかっちょいいYSP 横浜戸塚仕様の MT03 を使ってですね、皆さんが投票していただいた丸めライト仕様をですねやっていきたいなと思います。これちょっと先にざっくりだけチェックしてみましょうか。まあブラックの MT03 なんですけども、なんと足回りにはですね KYB のサスペンションキットが入ってます。なのでブラックのフロントフォーク、そしてさらにリアサスペンションもですね、こちらちょっと見てみましょう。リアサスペンションもKYB が入ってますよ。かっこいい別体タンクがですねゴールドに光り輝いています。そしてさらにフェンダーレスキット、ナンバープレートがこうシュッとスタイリッシュに、まあ今ナンバーないんですけどね、はい、そういうような感じになってます。そしてマフラーはですねワイズギアのプラナスですね、この2本出し、これかっこいいですよね。そんな盛り上がるようなですね、この仕様になってるかっちょいい MT03 ですね、これをですねさらに丸めにしてしまおうという計画でございます。でちなみに XSR900 の丸めライトをつけるのは結構、定番というか多いんですけども、ただあれ高いんですよね、値段が。で今回のテーマはですね09のヘッドライトって高いじゃないですか、もう部品だけでボーンといくんで、あれ見た目かっこいいんですけども、ただやっぱお財布のダメージ加減っていうんですかね、そこもかなり刺激が強いので、なので今回はそんなに高くならないようにやっていきましょう。で XSR はもうパーツ自体が高いので、ちょっと大人向けのバイクなんでね、今回は皆さんよく知っている XJR400 のヘッドライトを取り寄せてみました。ちなみにですねここにあるんですけども、開けてみましょう。ざっくりね3万ぐらいです、これ部品で3万ぐらいなので少し安いですね、 XSR の使うよりは。こういう感じですね、よくある一般的な丸めヘッドライトですね。で今回 MT03 を使うので車検に通らなくちゃいけないんですよね。だからわけのわかんない安いですねヘッドライトっていうのも売ってます。ここに見本を用意しました。インターネットで売っているマルチリフレクターヘッドライト、こういうやつですね、4000円ぐらいですかね。こういうものもあります。ただやっぱりですね純正のライトっていけてるんですよね、これ。でこっちマルチリフレクターですね、こっちはあの普通のライトですね、一般的なものです、ハロゲンライトですね。で今回はこれ、これ結構似合いますんで、このバイクにまだイメージつかないと思うんですけども、実際にやってみたいと思うんですよね。ではですね早速この今ついているライトを外して丸めライト仕様、今日はそれを行ってみましょう。それでは早速ここを分解していきましょう。大まかな流れはこれを外す、ライトを外す、ウィンカーを外す、そしてこのフロントフォークにステーをつけなくちゃいけないですよね、ライトステー、それを取り付けする、そして配線加工をして、そして丸いライトを取り付けて終わりの流れです。はい、早速外していきます。さあ、そうこうしているうちにライトが取れました。ちょっとこう、あれですね、戦国時代にこう賞金首取った時みたいな感じで行ってみようかと思ったんですけど、どうでしょうか。で、ライトが取れた部分見てみましょう。こうなってますね、なんかいろいろごちゃごちゃしてます。で、まあ単純なんですけど、これがメーターの配線ですね、いろんな情報がこの中から入っていくので、メーターにこれは基本触っちゃいけないんですけども、
それ以外にこれ、これは LED のポジション用の電源ですね。プラスとマイナスが入ってますね、1本ずつ。そしてこれウィンカー用ですね。ちなみにウィンカーの線って、まあこの分解した時だからお話しするんですけど、基本ヤマハはね、緑と茶色ですね。でこれ右側のウィンカーの線は緑色です。緑色とアースの黒でワンセット、左側は茶色と、黒のセット、こういう配線の色分けになってます。でこれがヘッドライトカプラーですね。まあ配線自体はすごくシンプルなので、これYZF になるとちょっと変わってくるんですけど、 MT の方はすごくシンプルなので、まあそんなに難しいことはないんですけども、これもそのまま刺さっちゃいますしね、ライトの裏に。なのでまあそんな感じになってます。はい。そしてここでですね、ライトステーをつけてしまいましょう。ここのライトをつけるためのステーですね。でライトステーに関しては今回はこれを使います。これは、木島さんの商品ですね。はい。品番が 205-021B ということなんですけども、なんでこれを選んだかというと、別にこれじゃなくてもいいんですよ、好きなの選べばいいんですけど、なんでこれを選んだかというと、これちょっとね開けてみるとなかなかいいんですけど、まあ黒いんで全体的にこのバイクが、なのでライトステーもあんまり存在感が出ると嫌だったんで黒にしてます。それが一つ。あとはこれ 41π なんですよ。でこいつも 41π 対応してます。少しゴムとかちょっと調整は必要なんですけどね、この中に入ってるこれじゃダメなんで、これ捨てて、で別で入ってるゴムの板を使うんですけど、これですね、これを使って取り付ける感じになるんですけど、でこれここに穴開いてるんですよね、これ。なのでここに直接ウインカーをつけることができます。もちろん、車外ウインカーを使います。ノーマルウインカーはつかないですから、ノーマルウインカーつけるためにはこの辺にですね、ノーマルカウルをカットしてつけなくちゃいけないんですけど、見た目がねあんまかっちょよくないと。でまあ基本的にはライトステーをお付けして、ここにウインカーをつけてヘッドライトをつけてあげると、まあよくあるかっこいい感じになるんですよ。かもしくは別途ステーを用意してここにウインカーつけてあげてもいいです。ただこれここの部分のクリアランスが全然ないので、ここにウインカーつけるのはですね、なかなかねかっこいい位置につけるのは難しいです、実は。そんな、こんなになってるんですけども、そういう理由でヘッドライトステーはこの商品を選んでます。ただこの商品弱点があって、一体なんですよね、こういう風に筒になってます、筒状。例えばここで切れるものもあります、中には2つのパーツになってて、でこの一体型はですね、実はこのてっぺんを外さないとですね、つけることができません、はめる形になるので。なのでそういったところは少しめんどくさい、手間がかかる部分にはなりますけども、まあ、ただそれぐらいのことなので今回はこちらでいきたいと思います。さあ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 、そんな感じでですね、今途中経過の状態です。ライトステーがつきましたね。どうですか、このナチュラルさというか馴染み加減ですね、このブラックの感じ、なかなかこの MT-03 にはマッチしてるんじゃないかなと。でこれまあ当然全体像を見ないと分かんないと思うんですけど、全部仮の状態でつけてます。で参考までにこれね、ライトを下に下げすぎるとなんかかっこ悪くなるし、上げすぎるとここに当たるんですよね。で、その辺が若干ちょっと調整がややこしいところなんですけど、まあ目安としては目安ですよ、この同じライトステーを使ってたらアンダーブラケットからここね、だいたい70ミリぐらいになってます、うちのお店は。このぐらいが多分仕上がった時にいい感じ、ナチュラルに仕上がるんじゃないかななんて思うんですよね。でここで、ただそのまま作ってしまうとですね、おお丸めライトになった終わりだとちょっと寂しいので、もう一つかっこいいのをやるんですけど、さあ見てください、これワイズギアの LED ウィンカーのセットですね。これ、まあ、ちょっとね税抜き8000円という
若干いい金額するんですけど、ただ LED 化できますウィンカーを。そしてこれがねかっこいいんですよ。でワイズギアもこんなかっこいいもの作るようになっちゃってまあって感じなんですけど、知ってる中ではですねかなりレベルの高いウィンカーです。もちろん好みは分かれるとは思うんですけども、よく開封動画ですよね普通ね、こういうのね見てください皆さん。これこういう風に箱に入ってるんです。蓋を早速開けてみたいと思います。そうするとこうなってます。まあこうなってるんですよ。でこれちなみにカーボンとメッキとブラックがあるんですけど、メッキはね確か生産終了です。で今回ブラックをチョイスですね。カーボンもなかなかねあのスポーツマシンのようで捨てがたいんですけど、今回は黒黒黒でいきたいので黒です。ちょっと現物見るとこんな感じです。黒はい、尖っていて小ぶりで、ただすごく明るく光るので、ちゃんとね安全性はあるんですよ。やっぱりパッと光るので後でつくの見せますけどね。それが一つとこの尖り感というか、かっこよさ、そしてチャチくないんですよ。やっぱネットで安いの買うとチャチじゃないですか。ただこれはですね全然質感も高くて、でかいバイク、それこそ百何十万払って買うようなオートバイにつけても全然かっこいいです。でもなんか私がかっこいいかっこいいワイズギアなんて言ってるとですねヤマハの宣伝みたいに聞こえちゃうので、彼らこれ別にくれませんからね、宣伝用で使ってくださいってくれませんよ。僕が勝手にチョイスしてるんですけど、これが実際かっこいいかどうかは皆さんの判断には任せるんですけど、つけますから、つければまあ言ってる意味がわかると思います。じゃあ早速これまた引き続き作業を進めていきましょう。さあ現状の途中経過を見てみましょう。まずですねウィンカーですね、さっき言いましたよね、これこんな感じです。で光らすとやっぱね明るいんですよ。これどうでしょう、良くないですか。まだ後ろがノーマルです。でこれは後日というか後で後ろも合わせたものに変えます。でこれね抵抗なんですけど、これをつけないといけないんですね。でこれ前と後ろどっちかに1個つければいいだけなんですよね。1個っていうかまあ2つですね、左右分1個ずつつければいいだけなんで、今回はせっかくヘッドライトがあるのでこの中に隠したいと思ったのでこっち側につけてます。そうすると後ろはシンプルに済みますからね。なので今回はこれを中に入れてます。あとはライトの径とこのウィンカーステイの間微妙な隙間ができます。なのでここにですねカラーを入れてます。実はでどんなカラーを入れたかっていうとこれですね。これはミリネジインチネジ用アルミスペーサーパーツナンバー 200444-05 ブラックと書いてあるんですけども、これポッシュさんの製品ですね。ポッシュさんの 5mm の外径18内径 8.5 パイのカラーです。厚みが 5mm、 そして M8 サイズですね。なのでこれを入れればまあ大体ねいい感じに収まります。で違和感なくですね自然になるというふうな形になります。これでですねまず XGR のヘッドライトをつけたいと思っている方はこの辺を揃えてあげればいいですね。あとここのネジはねXGR の純正だとカラー入れると届かなくなっちゃうんですよ、ここの固定のボルト。これだけはちょっとご自身で探して用意してください。で大体今回使ったものは 40mm、 ここの長さ頭から下ですよ、有効ネジの有効部分が 40mm のボルトを使ってます。で通常純正ここ袋ナットになってるんですけど、その袋ナットをオープンのナットに変えてます。なので M8 のオープンナットを2つ用意するとよりまあスムーズなのかなとは思います。ということで、この先今度は完成形にすごく近づいていきますよ。さあそんなわけでですね見てください、完成しました。でこれ似合うでしょ、 XGR のライトも結構ちょっとレトロ感も出しつつネイキッドっていう王道のスタイルを醸し出してくれてるのでなかなかいいんじゃないかなと思います。あとはやはりですね価格が安くできるというか部品代を抑えることができますね、そこも魅力なのかなと思います。ウィンカーもいいでしょ、これどうですか、これかっこよくないですか。であとはですね最後にここの部分メーターの上ですね、このステーなんですけどぶっちゃけ切っちゃってもいいですよ。ただ後で元に戻したくなった時に戻したい人はここを残しとかなきゃダメなんですね。でもちろん例えばこういうものこういうカウルをここを切ってここにくっつけてちょっとちっちゃい風よけにしてもいいですしね、隠す形でね、ここは切んなきゃダメですよ、バードマンみたいになっちゃうんで。でそれでもいいですし、
例えばこういうもの、これねすんごい安い化粧ボルトです。ネットで売ってます。こういうものをですね、自分の好みに合わせて好きな色でこうやってね入れてあげる。例えばそうするとそれはそれであのカスタム感が出ていいのかなと思うんですよね。こういう風にして、化粧ボルトで塞いであげる。それか本当に目立たせたくないだけの人は黒いボルト何か見つけてきてここに入れてあげる。それでもいいと思います。ここもともとは銀のボルトなんですけど、やっぱ銀のボルトだと少し目立ってしまうので、まあそこをどう捉えるかはお好みですけどね。こういう風に格安のちょっとこう化粧ボルトで埋めておくでもいいですしね。ここはもう好みで、好きなようにやっていただければいいんじゃないかと思うんですよね。さあそんなわけでですね、今回はお約束通り MT、 まあ今回03ですけどね、 MT03 の丸め移植をですね、ちょっとやってみました。で、まあ個人的には悪くない感じに仕上がったかなとは思ってるのとですね、あとはこれを、お店に置いときます。まあ当然現物見たい方っていらっしゃると思うので、この丸めの状態でお店の方には展示しておきますので、もし興味がある方はあの見に来てください。でそんなにずっと置いとくわけじゃないので、少しこの公開されてから時間が経ってからこの動画見た方は一度ご来店の前にお問い合わせいただいた方がいいかもしれないですけども、まあこういった形でですね、お約束はちゃんと果たしましたよ。であとはですね、今度本編に戻って、次はですねその外装の塗装をやっていた2-5 ですねが戻ってきたらですね、また今度動画として公開していきたいとは思ってはいるんですけども、まあそんな感じで今回の動画は終わりになります。で皆さんにですねお願いというかですね、この手のやつって例えば毎回整備系の動画ってこういうふうに公開して、その都度こういうお話ってするんですけども、基本的に問い合わせをかけてこないでほしいんですね。でこれは実はそういう問い合わせってすごい、お店は1個しかないんですね。 YSP 横浜戸塚は1個しかない。だけど問い合わせをかける方ってものすごい人数いらっしゃるので、そうすると実はお仕事がもうできなくなっちゃうんですね。でそうなると、じゃあこういう動画公開するのやめようっていう循環で、あまりこう世の中にこういう情報ってネットでこう出てこないんですよ。で自分でやってみて、当然その真似をしようとしたらわからないことが出てきた。で手っ取り早く電話で聞いてしまおうって思うのはもちろん人情だしよくわかるし、そういう方が日本に1人か2人しかいなければ全然僕らもお電話でじゃあこうやってみてたらどうですかとかね、話はできるんですけども、ただですねその量が実はすごくて、一応お約束としてこういう情報はこういうことできますよっていうのも公開しますし、別にこのやり方っていうのも今みたいにお見せする、このパーツを使ってるよ、こういうふうにやってるよっていうのはある程度はお見せすることはもちろんできるんですけども、ただですねそれでわからない場合、自信がないっていう場合は、やはりその最寄りのお店さんにお金を払ってやってもらうっていうのも選択肢に入れてほしいんですよね。全部自己解決だけどわからないから、あの電話で問い合わせてしまおうってやってしまうと各地のお店さんも困っちゃいますし、どうしても理想と現実ってあるので、僕らもそれをどうしても皆さんにお答えすることは実際できません。まあ今日はちょっと割と早いですけど9時半なんですね。で時間外にやっぱりやってるんですよね。で昼間って分刻みで動いてます。あのどこのお店さんも多分一緒ですけど、僕なんかも、今日の休憩時間だいたいお昼休みが15分ぐらいで、夕方はゼロでした、もう本当にそれぐらいの感じなんですよ。で今、そのままだから昼ご飯食べた後そのままこの時間まで今実はやってるんですね。で別にこれが忙しさアピールをしたいわけではなくてですね、その中でもどうしてもこれを伝えたいんですよね。これだけのものができるよ、 MT25 とか03っていうのはこういうふうにかっこよくなるんだよっていうのをですね、どうしても見せたい。当然これお金もかかってますよ。で正直それはこれだけで見たらもう赤字運営なんですけど、ただですねやっぱりその商品の魅力を伝えるというのはですね、僕のまあ仕事だと思いますし、見てくれるでしょ、いつもこうやってクリックして見てくれるっていうのはその期待があるから見てくれるんだと思うので、そういうのはですね、皆さんがわざわざたくさんある動画の中でうちのをクリックしてくれるっていうのはその期待をしてくれてるということなので、僕はもうそれに応えないと失礼に当たるので、見ていただいている方に、ただこういう動画がこれからも公開できるようにそこの約束だけはあの守ってほしいんですね。ただそれは意地悪してるわけじゃなくて、どうしてももう実際に不可能なのでできませんよというのをここでこの場を借りてご説明はさせていただきます。でこういうふうに MT25 とか03をやりたいっていう方はですね、ぜひ最寄りの YSP さんに1回相談してみてください。こういうのがあったんだけどどうかなっていう形で相談してもらえればですね、まあ多分相談に乗ってくれると思いますし、もちろん YSP 横浜戸塚が最寄りの方はですね、
かっこいい MT を欲しいんだよって言ったらですね、新車でこういうコンプリートを作ることももちろん別にできます。なのでぜひそういった形でお付き合いさせていただいたらですね、我々も存続できますし、動画も残りますし、皆さんのお役にもより立てるんじゃないかと思いますので、その辺は、ちょっとうるさい話かもしれないですけど、ご理解いただけたら幸いです。それではですね、次の MT25 の動画でお会いしましょう。さよなら。